聴いてください。
ありがとうございます。じゃあ、楽園という曲でした、この曲はですね、作曲は小田原さんですけども、作詞はボーカルの葉山さんがしていただいて、素晴らしい歌詞と言いますまあ MC がてら話したいことがあるんですけど、まあ、昨日音程に行って練習をしたんですけども、まあ、自分らよくガストでご飯を食べるんですけど、そのガストでご飯を食べるときにちえちゃんが目がかゆい目がかゆいみたいなこと言うんですよ。で、しのが、まあ、じゃあ私の目黒さんに顔すんよみたいな。で、まあ面接するじゃないですか。そしたら小田原がなんか、えって。え？ね。ね。とかいうことを言い出してって、どうぞ。え？あ、はい。あの、いや、目薬って人に貸すもんですか？貸すもんだと思う人、挙手。はーい。はーい。やべえ、結構アウェイなんだけど、結構いるじゃん、予想外のアウェイなんだけど、え、貸さないでってしてやれよ、そんぐらい心狭い人間みたいに言わないでいや、だって、え、なんかそう、なんか目の病気とかうつるから、ちっちゃい時になんか
ありがとうございます。ネタかぶってるっていう茶屋選挙の皆さん、本当すいませんでした。すいませんでした。花が昨日買いに行ったんですけど、なくて。そう、ドンキにね、ビニールテープっていう、私たちはそう、ビニールテープをそう40ぐらいに重ねて、そう、取れそうって。そう、普通に取れそう。汗かいたら普通に取れる。まあ、そう、毛穴のね、ゴミがいっぱい取れるみたいな、毛穴パッドみたいな、そういう感じの。これをドンキホーテで97円で。そうですね。そう、でもこれ多分同じものだと思うんですけど、シアチャチャさん、これ多分ドンキで買いましたよね。私あれなんだ。スリーだ。そっか。すいません。はい。というわけで、じゃあちょっと鈴再開します。皆さん知ってる曲なので一緒にじゃあ行きます。ワンツースリーサンタクラウンメリークリスマス走り方のメリークリスマスサンタクロースティスタディーブンダーで聞こえてくるでしょスースのネクスサンタクロースティスタディーブンダー伊藤正浩がやります。